スこんにちは、玉先生やで。この前地球のことをいろいろ調べた人の話とかをしたけど今回はその残りで地球のいろんな豆知識を教えていくでまずは地球のプロフィール前回言った通り一周4万 km で一周4万 km いうことは円周イコール 2πr の公式で大体半径 6350km ただニュートンの言った通り扁平率が29%で横に298分の1だけ長いから縦の半径は 6356km で横半径が 6378km なつまり横のが 20km くらい長いね縦より横が長いってまあデブやなほんで表面は陸30%の海70%で陸の平均の高さが 840m って 100円ショップで8個なんか買ったら終わりくらいなのに。なんで円計算なのよ。海の平均は3800メートルって、日本の富士山ですら平均なんやで。一番深いとこなんか11キロメートルもあるって。ギリシャ神話かなんかの話で、陸を治めるのがゼウスで、兄のポセイドンが海を治めたいうのも、海の方が広いし、深いし、そらお兄ちゃんが海ってなるわな。ほんで、回転してるから遠心力のせいで、 場所で少し違うけど、地球には重力があるんや。ちなみにこの重力は月で6分の1とかなるみたく違うんで質量に星々で変わる重力加速度かけたんを重力って決めたんや。地球のっていうのは1秒で秒速が 9.8m 増えるって意味な要は1秒落下すると秒速が 10m 増えるつまり10秒落ちたら空気の抵抗さえなければ秒速 100m って。 たった1秒であの長い100メートルを誰でも移動できるようになるんやで。誰でも落ちるだけやったら世界記録保持者になれるわ。あと重力以外にもちっちゃいけど引っ張る力があるな。方位地震とかを引っ張る地磁気のことや。要はでっかい磁石って地球はなってて、北が S 極やから方位磁石の N 極が北を向くね。ちなみにこの磁石は北極がちょうど S、南極がちょうど N 納トんやなく、スケート選手みたく少しずれてるね。 そのため、それは変革言うて地磁気は綺麗な北北極星と少しずれてるねせやから方位磁石も実際微妙に向いてる方向ちゃうんやでちなみにこの磁力は変革の方にどれくらい強いかだけで決まるんやなく地中に磁石が埋まってる感じになるから北極とか見てみるとほら地球に刺さる感じになってて地中にどんだけ引っ張られてるかっていうのも大事やね せやから横にどんだけって水平分力と縦にどんだけって延直分力の合体で決まるねちなみにこのどれくらい斜めかいう傾きは復角言うて横と復角が分かれば全磁力も延直分力も分かるし全磁力と復角分かれば水平と延直分かるしってこの4つのうちの2つが分かれば残りの2つは分かるんやせやからこの4つのうちのどれか2つが分かると力が分かって それがどの方向って変革で地磁気が完璧に求められるんやでこれを地磁気の3要素って言うね要は沢定食のシステムや沢って玉先生が行ってた熊台の近くにある定食屋でだいたい五六百円くらいで丼一杯の茶碗に2個の品を選ぶっていうやつやな玉先生のおすすめで言うたったらちょっと脂っこなるけどトンカツとささみチーズカツを選ぶ感じやな熊台ん時は一番この店が好きでちょこちょこ通いよったけど卒業した今でも通ったりする店なんやで さらに言うと、この店普通に食べる以外にもいろんなもん日替わりで置いてくれてセルフでそれ好きなだけ食べてねんただごはんなくなり次第終わるっていうこっやから営業時間は6時から9時までやでって言うてんねんけど大概は8時前くらいで終わってしまうからもし行ってみたいっていう人は並んで待ったりすることもあるから遅くても7時くらいには行ったほうがええと思うわほんじゃまた地磁気の話に戻すんやけど地磁気のポイントは要は磁石なんでここに近いほど引っ張る力が強いってことになって前磁力も近いほど強いし その S 極 N 極は地面の奥深くのところにあるんで近くなるほどめり込むつまり復活が90度やマイナス90度に近づくねただ一つ注意しといてほしいなって思うのはこの中で水平分力だけは北極や南極に近づけば近づくほどちっちゃくなるっていうことなそもそも地球の磁石っていうのはあの地球の中心の核の鉄のせいでできてるって言われてんねせやから地中の中に磁石が埋まったっていう風な感じになるんやけど北の S 極パワーっていうのは こんな感じで S 極を中心に広がっていくから基本どこでやってもめり込む感じの垂直分力がバリバリっていう感じになるねん。ほんでも N 極のお尻の方には S 極がついててその S 極は南の N 極に引っ張られんねん。そやか南の N 極の方がおら S 極のお尻こっち向けんかいみたいな感じでグイって引っ張るもんでその結果曲がって地表に水平方向の水平分力っていうのが強くなっていくねん。 せやか北半球で水平分力が強くなるのは水平にしようっていうことでお尻こっち向けやっていう南の地磁気のせいっていうそういうことやから南に近いほど南の地磁気の影響を受けて水平分力も強くなるっていうことやせやから北極に行けば北極に行くほどそれだけ南極からどん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 離れるっていうことで影響も少なくなって水平分力だけは減っていくんやな本でもなセンターとかテストやと井戸とかを問題で使うからただ北極南極に近いから強いとか 復大きいって覚えるだけじゃあかんで、ね。井戸のい、e、いは横っていう意味やから、横線のことで赤道が0度って低いね。せやから北極南極はこう緯度な。これって、えどっちやったっけってすぐごっちゃなる人も多いから、覚える自信がない人は、父なる地球って覚えてな。父なる地球そうや、この地球を見て、父なる地球って覚えてみとくと、ほら。え、お父さんの顔がどうかしたんですか頭はふさふさで、髭は剃っても青い。 つまり、頭もヒゲも薄くない。こいだーうわー待て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 ちょ待て右上のバツ押すのやめやほなもう一個もう一個だけセンター試験とか学校のテストで役立つネタ教えとくわ変角と復角っていうのがこれまたどっちも磁力の角度っていうことでこんがらがりやすんやけどそれもなんで復角や変角って名前がついたんかっていう理由と一緒に覚えるとしっかり忘れへんからなまずは変角北極の向きからちょっとだけ向きがずれるっていうことやけどつまりこいつは北極向いて「へってほらよく向いたん ややから変革やね。ほんで、復活っていうのは、ふ,ふって。なまさに、重くそ下にめり込んでるやん。やから、復活っていうんやな。てなわけでどうやった特に、方位自身は、みんな小学校で習うお決まりの話やから、北極とずれるとかっていうのは、びっくりやったやろ。方位磁石の話といえば、俺も昔、一時期、どんな寝ても、北枕で起きるから、いや、これなんか気持ち悪いわ。なんか幽霊でもついてるんかなーって思ってたら、ある時、病院の先生に、鉄分の取りすぎですねって言われたわ。 鉄分の取りすぎで体がホワイ石みたいになってたっていう。ま、あそんな話や。あ、せやか多分北極とかアラスカとか言ったら朝こんなになってたんやろな。なわけあるかい